皆さんおはようございます。鶴瓶です。4月24日早朝の6時13分、まあ仕事から帰ってきたところですね。まあ帰ってきて早々なんですけれども、まあ昨日プログラムのねアップデートがありまして、でちょっと日にち開けてみたらね、日にち開けてログインしてみたらね、ご覧の通りね、魔導石のガチャガチャがね開催されております、ね、まあ帰ってきて思い出しました。今日が11周年、ね、今日からやったね、うん、いやーなんか月日がね流れるのがなんかあっという間だなと、本当になんか過ぎるのがね日に日に早く感じるようになってきました。まあね、相応に年も取ってきましたからね、私も。さてまあ一応ねこの画面のままちょっと止まってても仕方がないのでね、うん、まあ、まずガチャガチャをちょっと回します、ね、このガチャガチャはですね、魔導石100枚以上確定なんですね。で特に運が良かった人はね240枚、ね、の石をねゲットすることができるとのことなんですけれどもね、本当にごく限られた方だからね、もう全体の中でも10人とか、まあ、まあもしかしたら2人3人かもしれないけどね、まあ、そのぐらいの低確率となってますのでね、さすがに240は難しいにしてもね、まあ、120とかまあ、ね、ちょっとなんか、うん、上乗せした数もらえたらまあありがたいなって思うところはあります。では早速回していきます。まず1キャラ目、お100枚ね、でも100枚確定だからね、100枚として見てもやっぱりありがたいもんですよ。でまあログボですね、ログインボーナス、まあ相変わらずだね。まあ鶴瓶のアカウントはね、あのサポーターにちょっとイベント特攻のね金貨の特攻レベル3の子入れてるんですよ、ね、このハイカラオカミの須野姫さん入れててね、まあ、こちらを使用される方がね結構多くいらっしゃるということもあって、ね、まあ、この子金貨特攻なんで、ね、最近のガチャでね私が星7にしました、ね、ちょっと青色でね不安があったんですよ。確かに強いカードは、ね、中には強いカードもあるんだけれどね、ちょっとカード全体として見るとねこの手の、ね、カードっていうのがまだまだ揃ってないような段階なんですよ。まあ、ワイルドスキル方面とかもちょっとね厳しいところがあったりするのでね、まあね手の届くところから少しずつね、うん、まあ、揃えていけたらと思っております。そうね、まあ話すことはたくさんあるんだけどね、まあうん、まあ、その昨日のねアップデートでね、あのメニュー画面がね結構あっちにこっちに移動してるんですよ、ね、まあ この画面見るだけでちょっとピンとこないかもしれないけどね、あのホーム画面下になんか家のマークがあってホーム画面あるじゃないですか。でその横にカードとデッキってね2つに分かれるようになりました。以前はこれ1つだったんですよね。であとギルドの横のところにその他メニューがね以前はあったんだけれど、そのためにはね、あのここのこのつむぎちゃんのちょうど真下ぐらいのところに移動してきてます、ね、今音量調整みたいなマークがね出てきてるところあるじゃないですか。その歯車のマークのやつがそのためにです、ね、まあ、あっちにこっちにちょっと移動してるのでね、ちょっと分かり、まあ慣れてる人にとってはちょっと分かりにくくなってしまったかもしれないけどね。でこのカードっていうのを選ぶと、ね、強化とか、ね、キャラクター選ぶとねキャラクターがまあ一覧で表示されて、下のこの強化っていうのを選んでやるとまあね、まあ、パワーアップとかね変身とか特訓ボードとかねそういった強化がね施せるようになります。まあここはまあ以前と仕様は変わらない、ね、ただコマンドの場所が変わってるからね慣れないうちは多分苦労すると思います。でこれ素材に合わせるとね、こうプースラーさんとか、ね、土星プヨとかね、
あとこういう特殊素材とか、そういうのがまあ一覧で表示されます。ラベルロックっていうのは何だろうね。このラベルロックがまだいまいちよく分かった。まあ、ラベルの付け方はもう別の動画の時に私もお話ししましたからね。この移動っていうのは多分倉庫のことだと思うね。この選択したキャラクターをこれを倉庫の方にね移動させるとか、そういう機能だったと思う、ね。まあ、試しにちょっと移動させてみようか。あ、この子がいい。この子をね、例えば選んで、あ、そうだ、ちょっとその前にこの子にして、ね、この子、ね、カレーアルルさんをね、一回移動させる。まあ、まだ私、倉庫の方にカレーアルルさんね、置いてないから。で、決定を押します。で、倉庫画面見てみると、いるはずなの、これはね、いるいる。ね、倉庫の方にね、直ってます。で、出すときは、さっきのカレーアルルさんをタップして、決定。で、何かとフェスカードばっかりね、並んでると思いますけれどね。まあ、選べる混ぜ混ぜは今回ね、なかったみたいなのよ。11周年イベントだから、もしかしたら来るかなと思ってたんだけれどね。で、未だになんかこう、フェスカードをずっと貯蓄してる人たちもね、多くいらっしゃると思いますけれどね。まあ、選べる混ぜ混ぜについてもちょろっとお話ししとこうかな。まあ、選べる混ぜ混ぜっていうのはね、まあ、大きなイベントの時にね、一時的にね、解放されるものでね、あのガチャの混ぜ混ぜ召喚の、まあちょっとすみません、ガチャの混ぜ混ぜ召喚で、ここの選べる混ぜ混ぜっていうのがね、選べることがあるんですね。もうここしばらくね、このコマンド選べなくなってますけど、で、その選べる混ぜ混ぜがどういう仕様なのかっていうと、あの不要なフェスカードをね、5枚、ね、不要なフェスカード5枚と、自分の希望するフェスカード1枚をね、交換してもらえる、ね。そういうちょっと素晴らしい機能なんですけどね。まあ、ただね、まあ、ここ最近その選べる混ぜ混ぜっていうのがね、発生しないんですよ。まあ、多分まあ運営さんにとってのこうメリットがないっていうのもあるんでしょうけどね。メリットがないっていうか、まあ新しいカードとかもいずれなんかこうね、選べる混ぜ混ぜとしてね、こう加わるっていうことが分かってしまうと、そのフェスカードをどんなに新しくね、フェスカードを作っても結局後から入手できるという心理が働いちゃうんですね。まあ、だからもしかしたらね、こういう選べる混ぜ混ぜをね、解放するのをためらっているところもあるのかもしれない。まあ私も詳しいことはわからないけどね。でももし私が運営側だったらね、そこは一回は考えるもんね。商業的にこうね、まあやっぱりまあゲームだからね、ゲーム作る上ではね、こうやっぱり資産っていうかね、まあそれあってこうプログラムとかなんとか更新したり、ね、こういうゲームのね、新しいなんかカードをね、作ったり、デザイナーの人にもそういうのを依頼したりしてね、作ってもらったりね、こういう性能面をなんかね、プログラマーの人にも調整してもらったりと、まあ結構いろんなところでね、人も動いてるわけですから、やっぱりまあ、ね、何をするにもやっぱりお金は発生するんですよね。そういう意味でね、この選べる混ぜ混ぜ解放してしまったら、商業的にちょろ、なんか商業的に見たらね、まあ運営側からするとやっぱり儲からないからかもしれないけどね、ちょっとためらってるのかもしれないね。まあそれはいいんですけどね。まあいずれまあそういうチャンスが巡ってくることがあったら、私は、ね、この倉庫にね、保管してるキャラクターをね、倉庫に保管してるキャラクターを使ってね、交換してもらいますよ。まあそのためにちょっと貯蓄してるところあるからね。そうそう、あとね、あの生放送の話では、あの持ち数が増えるんですよね。ストック数なんか100個増えるっていう話があったんですよ。ショップのね、まあ増えるんかな、これ。あ、これだ。まあ、あ、私それまでの間全部マックスにしてたからね、これがまず増えることなかったの。ね、
そうそう、上限数が増えるっていう話がね、生放送の方でねあったんです。その時にちょっと石が20個必要だけど、あの近々行われる、ね、ミッションクエストで59枚手に入るのと、ガチャガチャで100枚ね、100枚以上の石もらえるっていうのがあるから、それを元手にこれ交換してくださいっていう意味です、ね、皆さんもこれ忘れずにやっておいた方がいいですよ。まあ結構ね、こうあのイベント限定のカードとかなんとかっていうのも集まってくるとね、今の手持ちだけじゃね限界が来るんですよね。こう倉庫に直すにも結局、ね、限界はあるでしょ。フェスカードもあるから、そう、ね、フェスカードとこうね混在するし、かといってね、まあ元のねカードストックの方もある程度の枠がないとね、カード捨てなきゃいけないね。まあ今後ちょっと特盛解放の来るねカードがどれになってくるかわからないから、なおさらねこういう拡張とかなんとかあるうちはね、拡張しておいた方がいい。なんかプログラムがね、プログラムっていうのかな、なんか32ビットだったのが64ビットになったとかなんとか言ってましたもんね。まあその拡張、私も詳しいことわからないけれどね、まあ拡張されてなんかそれだけなんかこうね領域とかそういうのをね増やすことに成功したらしくてね、でようやくのことね、このまあ拡張コマンドっていうのができるようになったということでね、環境も無事に整ったということでね、その点については運営さんにもね本当にありがとうございましたと。で私もそのカードストックでね少しずつね気になってきてた人間だからね、こうプラス100になったのは実にありがたい話で、このことは後々メンバーさんにもね伝えておこうと思います。ね、このいただいた石をいくつか使ってね、これね、このカードストック数拡張をねできるようになっているのでね、拡張されてください、ね、まあ後々そこは話を通そうと思います。ね、まあ石20個でキャラボックスを100枚拡張できます。以前はこれ180枚だったんだけどね、うん、今はそれだけ増えました。まあカード事情に困ってた人たちにとってはね、これ実にありがたい話じゃないですかね。まず日課ぐらいか、日課から行こうかな。日課っていうか、まあ、大体私毎日ね、これからやる。1日1回クエストとガチャ回すの。まずは、あ、結果発表も出てるんだ。そっか、昨日までだったんだね、それ。そのミッション。ね、トレジャーのミッション。まあ、記念にちょっと私も載せとこうかな。実際どこまでね、できたか。まあ、興味ある人どれだけいるか知らないけど、まあ記念にはなるから、まあこういうイベントでねこういう戦果あげましたってね、まあ戦果あげたって言ってもね、まあ地図はもうほとんど音で集めたようなもんだから、まあやっぱりねそこは頑張って集めた人の方がね、まあ価値はあると思うよ。まあランクにしてもそうだけど、やっぱ自分がね苦労してあげたっていう実績っていうのがある方がね、実際になんかこう、ね、ゲームのお金の力を頼ってあげる以上に価値はあると思うから、うん、まあだからそういう人たちには私は勝てないな、永久的に勝てない、もうお金にすがりついちゃったから。まあ今は今できることをやりましょうというふうに決めてるけどね。あ、お風呂沸いたまあお風呂沸いちゃったけどね、まあそっちもゆくゆくは済ませますけれど、うん、あとはね、まあほとんど、まあほとんどコマンド変わってないからね、一部変わったところはあるけど、まあこれも一応日課のうちです。さて、まあ今日ぐらい戦おうかな。うん、普段戦わないか。まあ、私いつもだったらスルーしますもん。まあ、たまにはなんか戦いたくなるときが
結構気分屋だからね私。まあ1残るんですよ。特殊デッキだからね私は。結構長期戦に持っていく。どうにか勝つことね、どうにか勝つことでした。ありがとうございました。だってで、まあ日課っていうのはこんな感じです。あのミッションクエストでね、このウィークリーミッションっていうのがあって、このバトルを10回プレイしたら500ぷよぴー500もらえるんですよ。まあ大体私いつもねスルーしますけれど、まあ3キャラいるから大体スルーしてるんだけどもね、それでも週にはね、それでも週に、まあ、この10回分はね遊ばせてます。でね、このバトルだけどね、私も不先輩でほとんどね、もうまあめんどくさい相手もいるからね、まあ、あのタフネスが3列の相手とか、あのね下町をなんかね、下町を3列なんか並べた相手とかもいるわけでね、そういう相手するのがめんどくさくなってねまあそれからも私バトルあまりやらなくなったんだけどね。で、あの10回ね遊ぶっていうのがあるんだけれど、これね魔力ゼロのねミッションも選べるんですよ。コムバトルだったらね、リーグ戦だったら選べないんだけど、これコムバトルっていうのがあって、コムバトルで、さっきもねこれコムバトルで選んだんだけどね、これ魔力ゼロも選べます。で魔力ゼロでね遊んだ場合でも、あの10回のミッションのねうちに10回のミッションのうちの1回としてカウントされますのでね、まあ、こういうのを活用してね、まあ、石じゃないね、その魔力水がもしなくて回復できませんよ、でも回数はどうにかまあ満たしたいなっていう時はね、このコムバトルで魔力ゼロでね、まあ、遊ぶことで、まあ、カウントされますからね、まあ、こういうのもね活用してもいいと思います。まあ、他にもまあギルドのね皆さんにエールを送るっていうのもあります。6人これ6人区切りでねエールを送るね。あのエールっていうのはかけたね相手と自分自身の魔力をね5ずつ回復します。まあ、1人当たり5ずつ回復します。でってことはね30まで回復するものとしたら6人です、ね、6人にかければこれ魔力30まで回復するということ、ね、満タンまで回復しました。まあ、こういうのを駆使して魔力をねマックスにしてまたコムバトル、ね、そうやってまあ遊んだりします。しても私もそこまで遊ばないんですよね。大体もうオートでその水星クエストとかそっちの方もあったりしますか、そうそう野菜もね、野菜もちょっとね水やりもしとかないと。あそうそう、あの野菜も増えてます今。あのなんていうかな、まあいつかお話ししたと思うんだけれど、ね野菜の話したんですよ。あ4月24日、まあ今日からね、今日から5月14日の間ね、収穫できる野菜の時間が12時間に短縮されて収穫量も2倍、そして野菜泥棒の再登場の頻度が上がりますよというのがあります。でもしもね、まあそうね、野菜のねゲット数が増えてるってことはね、その間だけなんかこういうのを開放してもいいと思う。まあやたらなんか持ってますけど私、こういうなんか野菜たくさん調達できるなっていう時にこうイベントとかで手に入れたやつね、まあレンタルチケットっていうのもね全枠使うとかね、まあこういうふうに決めてたら、まあ、それ以外の時は貯蓄用にしといてね、まあだいたい3つ
まあ、3つの畑だけ使うようにしといて、でそうなるとまあ結構こうやってストック数残るんですよ。で野菜をたくさん収穫できるっていう時にこれ全マス埋めてね、その上でこれ全部植えていきます。まあ、最近お手軽なんですよ。以前は一つずつ種まかなきゃいけなかったからめんどくさかった。で連打したらなんかね、ゲームのプログラム落っこちたりとかよくしてましたからね、何かとめんどくさかったんですよ。でさらに昔だったら広告が出たりとかしましたからね、私ちょうど始めた時はその広告出てた頃でね、一回一回消すのがめんどくさかった記憶があります。まあ今の人たち知らないかもしれないけどね、まあ広告とか出てましたよ本当。あれすごくめんどくさかった。よしね、こんな感じで他のキャラでも同じことしますけど、まあ掲示板の方にもねちょっとびっくりマークついててね、なんか、まあ、まあ更新されてたね、あのメンバー掲示板の方もねいろいろと更新されてたみたいなんで、そちらも後々見ていきたいと思いますけどね。